愛さない今ランチを食べてるところなんですけど、見えますかね、ビーフとタマナーと、タマナーはキャベツですね、チレクに人参とチキン、昨日のチキンの残りのやつをこう野菜炒めをスープにしましたっていう形ですね。これはビーフですね、ビーフいただきます。ステーキよりちょっと肉が硬いって感じがしますね。まあ見えますかね、湯気が炊飯器の電気の具合がちょっと良くなったんで、久しぶりにご飯を炊いて食べてるって感じですね。玉ねぎです、キャベツですね。うん、まあ味付けはチキンに塩コショウしていて、あとチキンの骨とかも入ってるんですけど、それでなんか十分って感じがしますね。まあビーフは今回塩コショウしてなくてそのまま入れたんですが、まあまあいけますね。そのなんかオリジナルだしとかも何も入れてないですね、今回は。普通は白だしとかね、そういうの入れたりするんですが、うん、なんかビーフの自然に出るこう味っていう感じがしますね。いけますっていう感じで、まあ今ね海に来て海を眺めながら食事をしてますって感じなんですけど、ちょっと 海でも見てもらいましょうかね。海って感じですね。ね、遠くでジェットスキーをしてる人たちやら、こっちではパーティーをしてるみたいですしね。まあお日様もね、天気が良くてこんな感じですね。で、夕飯までこう食べれるようにっていうことで、時短っていうか手抜きっていうか。こんな感じでランチを食べてますっていうことですね。 Thank you for watching this. ありがとう。さすがです。